たまに頭ん中で手汗でもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。全力で来い。その程度か孫悟空。あるな、さすがピクロだ。強えなピクロ。オラもちょっと体がなまっちまったかな。そうやって余裕を見せているつもりか。ありゃこざぬりゃ力が全力で来い。うわっうわっ、全力で来い。
この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。頭ん中で強いやつと戦って。強いやつ？あ、生まれ変わった。でも、そう。張り切ってんの？張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえな。もう一つくれ。僕に楽しそうだな、ご飯。あんまり遠くに行くなよ。リンゴ金属管。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ご飯。ご飯。僕が言った。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強を教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ
けてやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃあオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。でも、おう、ブルマちゃん、この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし。おめえも来て。そういえばお父さん、そろそろ家帰る？よし、うちに蹴るか。んだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。金トン、早い早い。こいつはオラがガキの頃からずっと乗ってんだ。いい子にしてねえと均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みてえだな。うん、大丈夫。ケータ、ただいま、今日、もう、ほら。